皆様こんにちは。今回は Android 7.0 のイースターエッグを楽しむ方法をご紹介させていただきます。Android ではバージョンごとにイースターエッグが隠し要素として用意されているのですが、 Android 7.0 Nougat ではこれまでとは少し違う猫集め風のゲームを遊ぶことができるようになっています。 Android 7.0 のイースターエッグの表示方法はこれまでと同じですが、実際のゲームの遊び方は少し特殊です。まずはイースターエッグの画面に表示される N の文字を何回かタッチした後に長押しして、画面下に猫アイコンが表示されることを確認してください。この状態で通知バーをスワイプしてクイックセッティングを開き、クイックセッティングの編集アイコンをタッチします。すると Android イースターエッグのアイコンが表示されるので、それをクイックセッティングに追加します。Android イースターエッグをクイックセッティングに追加すると Empty Dish というアイコンが表示されるので、そのアイコンをタッチします。するとビッツ、フィッシュ、チキン、トリートの4つのアイコンが出てくるので、どれかをタッチします。するとクイックセッティングにタッチしたアイコンが表示されます。つまりこの状態はお皿に猫の好きな食べ物を置いて集まってくるのを待っている状態です。しばらくすると食べ物につられて集まった猫が通知バーに A cat is here として表示され、獲得した猫として追加されます。猫をタッチすることで名前を付けてあげることも可能です。また改めて Empty Dish となるので、新しい食べ物を置いて新たな猫を待ちます。猫の種類はかなり多いので、たくさん集めてコレクションを完成させましょう。以上、Android 7.0 のイースターエッグを楽しむ方法のご紹介でした。